コーンウォール語復興は、イギリス、コーンウォールのコーンウォール語の使用を復興するための進行中の過程である。コーンウォール語の消失は13世紀に加速し始めたが、その低下は4世紀と5世紀のアングロサクソン人勢力の拡大とともに始まった。伝統的な形式のコーンウォール語の完全な知識を持つ報告された最後の人物であるジョン・デービーは1891年に死亡した。 復興運動は、コーンウォール語に対する、考古化と学術的関心の結果、そして、ケルト復興運動の結果として19世紀末に、開始した。2009年、ユネスコは、コーンウォール語の分類を消滅から、極めて深刻に変更した。これは、コーンウォール語復興の記念碑的出来事として見られる。二カ国語の碑文が刻まれたヘンリー・ジェンナーの自宅にある、 追悼碑。19世紀、コーンウォール語は、考古化の興味の対象であり、この対象について、数多くの講義がなされ、それに関する論説が出版された。1904年、ケルト語学者で、コーンウォール文化活動家ヘンリー・ジェンナーが、A Handbook of the Cornish Language を出版した。この本の出版はしばしば現在の復興運動の始まりであるとみなされている。 この本における綴りは、コーンウォール語が地域社会で用いられている言語だった18世紀に使用されていた綴りに基づいた。コーンウォール語の綴りを法典化し、復興した言語のための世紀の聖書法を提供するための最初の計画は、ロバート・モートン・ナンスのものだった。ナンスは、その作業結果を1929年の高西手法オールにまとめた。 末期コーンウォール語に基づいたジェンガーの仕事とは異なり、統一コーンウォール語と呼ばれるナンスの聖書法は主に14世紀から15世紀の中期コーンウォール語に基づいていた。ナンスはこの時期がコーンウォール文学の最高点であると考えていた。標準化された綴り体系を提示するとともに、ナンスはブルトン語とエールズ語に大部分基づいた形式を持つ。 実際の要例が存在する方位の拡張も行い、1938年に統一コーンウォール語の辞書を出版した。ナンスの純粋主義者的なアプローチは、中英語と初期近代英語から派生した歴史的により近年の形式よりも良い古いケルト的な形式を優先した。ナンスの仕事は復興したコーンウォール語の基礎となり、彼の聖書法は20世紀の大半にわたって、 使用された唯一の聖書法であった。しかしながら、文語コーンウォール語から交互コーンウォール語へと焦点が移るにつれ、ナンスの堅苦しく古風な定式化は、交互コーンウォール語の復興には不適と見られた。また、ナンスの音韻論は、後の研究で伝統的なコーンウォール語に存在したはずであることが示されたいくつかの区別を書いていた。統一コーンウォール語は、今でも、 その欠点は認めながらも、復興の最初の数十年間に、それが役立ったと感じている一部の和者によって、使われている。1986年、統一コーンウォール語への不満に応えて、ケンジョージは、コーンウォール語の音の研究に着手し、彼の研究に基づいて新たな聖書法、カーンベクケマンを考案した。統一コーンウォール語と同様に、 ケルネウェク県民は中期コーンウォール語の基礎を保持していたが、できる限り音素的であることを目指した聖書法を組み入れた。ジョージは、音と文章との間のこのより格段に密接な関係がコーンウォール語を教えることと学習をよりずっと容易にすると主張した。1987年1年間の議論の後、ゲスバ・アンタベス・ケルネウェクはその採用に合意した。 コーンウォール語委員会によるその採用はコーンウォール語コミュニティに分裂を招いた。これは人々がナンスの古い体系を長年使用しており新しい聖書法に不慣れだったためである。新たな聖書法はコーンウォール語話者の大半によって採用されたが様々な理由でニコラス・ウィリアムズやジョン・ミルズその他新たな聖書法が伝統的なコーンウォール語の綴りの監修と 違いすぎると感じた人々によって批判された。1995年、ケルネウェク県民それ自身が、ニコラス・ウィリアムズの挑戦を受けた。著書、コーニッシュ・トゥデーの中で、ウィリアムズは、ケルネウェク県民に26の欠陥と思われることを列挙した。大体として、ウィリアムズは修正統一コーンウォール語と呼ばれる、統一コーンウォール語の改訂版を考案、提唱した。 ユーシアは統一コーンウォール語の上に築かれており、中世の初期間の聖書法の監修とできる限り近い関係を保ちながら、綴りは規則的なものにされた。ケルネウェック県民と共通してユーシアはナンスが利用できなかった、チューダー朝時代の末期コーンウォール語の三文資料を利用した。中世統一コーンウォール語の包括的な英語、コーンウォール語辞書は2000年に出版され、 重版するのに、十分なほど販売された。コーニッシュトゥデイにおける批判への反応はすぐに、健常ジ,ジとポールダンバーによる、カーンウェクケマンコーニッシュ法、ザ・トゥエンティファーストセンチュリー中でなされた。それに対する返答は2007年に行われた。1980年代初頭、ナンスと協力していた、リチャード・ジェン・ドールが、コーンウォール語が死に耐える。 直前の17世紀と18世紀の末期、コーンウォール語作家の作品に基づいた新たな体系を発表した。現代コーンウォール語、または末期コーンウォール語とも呼ばれる、この編集はより新しい、幾分より単純な文法構造と語彙、そして英語により影響された綴りを使用する。聖書法には数多くの変更がなされている。 現代コーンウォール語を進行する主要な団体はクッセルアンタバスケルヌアクである。実際のところ、これらの異なる初期体系がコーンウォール語話者同士の効果的な意思疎通を妨げることはなかった。しかしながら、複数の聖書法の存在は教育及び一般の生活においてコーンウォール語を使用することに関しては持続不可能だった。 単一の聖書法が広い総意を獲得することはなかった。2002年にヨーロッパ地方言語、少数言語検証パート2の下でコーンウォール語が認められ、続いてコーンウォール語パートナーシップが認められると聖書法を統一することが喫緊の課題となった。これに応えて CLP は教育及び一般生活で使用するための標準型について、 意見をまとめる作業を開始した。2008年、既存の4つの方を評価し、これらの既存の聖書法の中で、どれがコーンウォール語の標準聖書法として採用するのに適しているか、または新たな5つ目の方を採用すべきかどうかを考慮するために、コーンウォール外からの社会言語学者と言語学者によって構成される独立したコーンウォール語評議会が作られた。 二つのグループが歩み寄った聖書法の提言を作成した。SW 会作業は最終的に既存の聖書法は考慮するにはあまりにも争いが多く、すべてのグループが支持できるよう妥協した新しい聖書法が必要であると判断した。2008年5月9日、コーンウォール語パートナーシップは議題の主要項目である標準書記法の使用を策定した。統一コーンウォール語、 修正統一コーンウォール語、ケルネウェク県民、及び現代コーンウォール語の4つすべてのコーンウォール語グループがこの会合に出席した。提案された聖書法に対する反応は言語グループによって様々であったが、多数派は解決と受け入れを望んだ。コーンウォール語パートナーシップは、これが障壁を打ち破る機会を創出し、合意はコーンウォール語の重要な足がかりとなったと述べた。 SWF を批准する投票が行われ、2008年5月19日、聖書法が合意されたことが発表された。コーンウォール語パートナーシップの議長エリック・ブルックは、これは、コーンウォール語の発展における重要な足がかりとなります。やがて、この一歩を踏み出すことで、コーンウォール語が、コーンウォールの人々の生活の一部となることが、できるようになるでしょう。と述べた。 標準書記法の第4かつ最終草案は2008年5月30日に作られた。2009年6月17日、ゴールセズ・ケルノーの銀有詩人たちは、大銀有詩人、バネッサ・ビーマンの指導のもと、圧倒的多数の賛成を得て、20年に及ぶ議論の末に、その式典と文書のための SWF を採用した。大銀融詩人ヘンリー・ジェンナーとモートン・ナンスのもとでは、 初期の頃から統一コーンウォール語がゴールせずの式典に使われていた。ケルノーエクスタンダードは SWF の改定案である。これは、イドンファームスクリファイズグループによって作られた SWF の初期案に基づいている。SWF の使用の発表後、このグループの成員は SWF の欠点を特定し、2013年に行われる SWF の再検討に向けた、 解決策を提案するために、スペリアンズという新たなグループを作った。これらの改定を適用した結果として生まれた、聖書法、ケルノーエクスタンダードは、聖書の番や、包括的文法書、デスキー・ケルノーエクなど、多くの書籍で使用されてきた。以下の表は異なる、聖書法、統一コーンウォール語、修正統一コーンウォール語、ケルネウエク県民、復興末期コーンウォール語、 標準書記法、ケルノーエクスタンダードでの一部のコーンウォール語の単語の綴りを比較している。A.B. フェルディナンド、サール、A.B.F.History Th、er, of the, コーニッシュランゲージ、Its r バイ i v a l and Its Carrent Status。e k l e 199から227、リリーブド18エイプリル2016、k、カーノック、スタンダードウェブサイトハット、カーノックタスニツウェブサイト、 2012年11月9日閲覧。BBC ニュース19名2008、ブレークスルー4、コーニッシュランゲージ、ハット BBC ニュース19名2008スタンダード、コーニッシュスペリングギーリードハット、コーニッシュランゲージパートナーシップ、スタンダードリトゥンホームラトファイド。2012年11月9日閲覧。カーノックオフィシャルウェブサイト This is Cornwall Web Site Hatt Williams ニコラスデスキーカーノックエーコンプリートガイド2コーニッシュエヴァータイプ978から1から90万4808から99から2 978から1から90万4808から95から4カーノックスタンダードアンオーソグラフィーフォーザコーニッシュランゲージ ウォールクムドジャーナオックスタンダード、スタンダードラグスクレーファントベスカーノック、kernowek.net アクセスト17ジャニューアリー2016。ありがとうございます。